こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。新日本プロレスキツナロード2019後楽園ホール大会でまさかの構想をぶちまけた吉橋選手。その構想が私のイマジネーションを駆り立てたので、それについて考察してみました。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、行ってみよう。吉橋。6月17日、新日本プロレス絆ロード2019後楽園ホール大会のメインイベントは、鈴木軍とケイオスの全面戦争が行われました。イルミネーションマッチとして行われたこの試合は、通常のタックルールにオーバーザトップロープが加えられ、一瞬で退場者が出るようなスリリングな試合形式になりました。試合はザック・セイバージュニア選手と大地選手が残る中、ケイオスは吉橋選手のみとなり、多勢に無勢の絶体絶命状態となりました。しかし、試合は奇跡の大逆転で、吉橋選手が二人抜きを成功し、ケイオス組に勝利をもたらしています。勢いに乗る吉橋選手は、今月26日に控える王者ザック・セイバージュニア選手とのブリティッシュヘビー級王座戦に、仰天同士の要求を突きつけました。 G1 出場権。試合後、歓声が後押しするような大歓声の中、マイクを握った吉橋選手はベルトと一緒に G1 クライマックスの出場権をかけろと要求しました。しかし、吉橋選手の真意はバックステージに戻ってから話され、どうやら自分がというよりも参加できずに不満のある選手全員でバトルロイヤルをして争奪すればいいと、まさかの提案をぶちまけました。参加できなく不満のある選手は数多くいると思われるので、最後の1枚をかけての試合はきっと面白い試合になると思います。鈴木選手のリング上でのマイクアピールも何かこのセグメントの布石なような気がしてきます。吉橋選手といえば、岡田和親選手とダブル凱旋を果たし、そこからというもの、数々のアクシデントに見舞われ、お世辞にも順風のレスラーキャリアではありませんでした。しかし、G1 はオフィスだけで決めるもんじゃない。現場で決めさせろとでも言いたげな、この提案は、ナイスな発想だと思います。プロレスは、ただ強い選手だけが、生き残る世界ではなく、時には頭を使った勝ち方をする選手や、泥臭い試合をする選手なども人気が出る、成熟したファンを持つエンターテインメントです。今は吉橋選手のブレイクフラグでしょうか。バトルロイヤルは、誰でも勝てる可能性があり、この敗者復活戦のような試合で、登ってきた選手は、きっと、大会の台風の目になってくれるのではないでしょうか。今日はここまでです。長年行ってきた G1 クライマックスですが、参加選手が決まった後に不平を訴える選手は多くなかったように思います。どこか新しい風がかすかに吹き始めた。そんなように感じる出来事でした。皆さんはどう思いますか？本日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。お相手はリリトでした。それでは。